はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。本日はですね、年末の最後のファクトリオ動画になるんですけども、その締めくくりとして、この方に出ていただきました。どうぞ。どうも、はなのです。いやー、まあ、どうも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 。どうもどうも。いやね、一緒にこの間やろうっていうことでやろうと思ったらね、そうなんですよ。ね、読み込みしまくって撮影どころじゃなかったっていう。なぜかね、原因も分からずじまいだったんですけど。そう、でもまあなんかすんなりね、行ってよかったよかった。問題は、なぜか解決したっていう。そう、自動で解決してくれたっていうね。で、まあ今回は2人ということで、どっかの増築とかではなくてバイターとの、ね、討伐共闘をねやろうかなと。おお、いいですね。行きましょう、はい、行きましょう。鋼野さんにはもう事前に、アーマー系は作っていただいております。はい、はい、ではですね、ちょっと今回は、左の方にずっとグワーッと行きましょう。行きますか。はい、はい、じゃあ、まあ、ちょっと自分足早いんで待ってそうなるんですけども、行きましょう。さあ今回は、まあもうすぐそこだった。ちょっと待って、私レーザータレット担当だから、ちょっと電池いるわ。電池ちゃんと。じゃあちょっとあの先やっててもらってもいいですよ。ちょっとあの、もう全部やっつけちゃいますよ。いや大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。すぐですよ。私の方が足早いんで。そっか。よし、電柱忘れてた。危ない。よし、はい、めっちゃ早い。で、鋼の3人はね、こうスナイパータレットの方で頑張っていただいて、じゃあ私はグワッと、はい、あーあー、やりすぎ、やりすぎ、あぶねー、そんなんして大丈夫？いや、全然余裕。あぶねー、いきなり突っ込むんだから。いやちょっとね、あの戦ってる間に電柱をいっぱい設置しに行こうと思ったら、ワームがごっそりいたわ。全部分からずできなかった。よし、はーい。そんな前行って大丈夫です？大丈夫です。もう終わりました。じゃ あ早っ。回収担当は私がしようかな。このこれでドワーッと。あロボット持ってない人。そう。いや、ロボット作っていいんですよ。全然あるんで。いや。じゃあ次はどの辺ですかね。いけますか。いや、じゃあ電池を、レーザー垂れたらそこが不便なんですよね。電池を作らないといけないっていうね。そう、でもそれもロボットにやってもらえる。あ、そっか。あ、でもなんかロボットすぐやられちゃうません？このワームとかのつつの、あべ、おお、シールドのおかげ、ワームが、はい、置いてくれ、おお、マーク2とかにしたらね、いいっすよ、やっぱ早い、早いし、わあ、早作りたい、やっぱ早いね、いや、二人の討伐とか。やったことないなぁ。いつも一人で。ねえ。誰か置いてって。いやでもね。やってるんですよ。いいですよ。楽ですよ。楽。頼もしい。両方が楽。よし。あ、燃えてる。ねえ。めっちゃ修理してる。壊されてる。進化できないのかな。進化、ああ消火器みたいな、シューでリペアツールでしょ。そうリペアツールね。リペアツールももうちょっとなんか進化系あればいいのにな。そう、ファイブリムズモッドってやつなら、ほうリペアツールマーク2ってのがあるんですけど。マーク2、ほう、ちょっと早くなるね、修理が。ああ、なるほど。なんかね、リペアツールだけ進化しないっていう。そう、不便。
不便。直すのが遅いんですよね。ねえ。いやあ。あと、あそこか。あそこはもう自分のスナイパーじゃねえや。ライフルで。ショットガン。ちょっとついついこう、球いつの間にか押してますよね。よし、終わった。ないね。亀裂が。そう、亀裂、目的としては亀裂を目指してるんだけど、ないんですよね。石油はもうここにあるんで、ここはちょっと囲っとこうかな。まあ、囲っとかなくてもいいか。じゃあ次、このまま左下のもやりますか。やりますか。ちょっと回収担当。その間に次のところに。じゃあこのねガンタレはね、あやべ、めっちゃ壊されてる。弾が入れるのが大変なんだよね。そう、よし、はい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 と、はい、毒切りドカーン、はい、まだベフィーモスがいないな。ベフィーモス強かったっね。え、まあね、このベフィーモスについてはあの配信限定のファクトリオをご覧くださいね。やっかり番宣しとかないと。いやないかね、なかなかいない。やっぱ特盛じゃないと出てこないのかな。何なんあれって自然発生で出てくるもんなんですか。多分どうなんだろう。条件とかもわかんないしな。よいしょ。このなんか普通のワームじゃない、普通のバイターもドガーンって爆弾系になりなってきたのがつらい。爆発するってバイターがね。でもあれ鋼のさんとかお邪魔した時に出てきたでかいバイターまだいないんですよね、こっちは。あ、汚染の問題かな。汚染かな、どうなんでしょうね。バイターってその汚染とあと研究の進み具合で進化していくんでしたよね。でもこっちも結構研究は進んでます。でもね、最近もうロケットサイロを住んでから全然やってない。何やったらいいんだろうっていう。あーでもね、作りたいものあったらそれをやっていくのが一番。ちょっと後であのパッと研究見てこれあった方がいいっすよっていうのあったら言ってください。てか研究してください、もう勝手に進めちゃってください。いやいやいや、ここはあれですよ、こたつワールドでしょ。だってあの自分の中でもう研究いいかなと思って止めてるんですよ。無駄に資源使うよりは。ほんとあーなるほどね。でもえ全員、あ、そっか、はい、やべやべ、なんか襲われてる、タレット置いてくれ、早く取れ、置いて置いて、危ない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 、ちょっと早く早く。なんで全部取っとん。これちゃうんすか、でかいやつって。いや、なんか青いやつでかくなかったやつが、青いやつでかいやつ。そう下も下から来た。全然あれだな、やっぱ特盛じゃないからちょっとあんまりあれだね。よし、私もガンタレット置いてこようかな。ああ、でかい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 。でかかった。お、ワームな。ワームはね、範囲が。オッケー。オッケー。あと1体。これは私が倒す。赤いのは楽勝。赤いのは楽勝。よし。で、だいぶ隙間が空いたな。じゃあちょっと上行こうか、上に戻りましょうか。上に戻ります。よいしょ、回収。よし、アーティファクト。こっちには子供はいないですね。中に子供はいないです。ねえ、やっぱうん、そう、やっぱ全然違いますよね。違いますね。はあ、細かい。よし
さあ順調ですけども、まあ多分2人だから死ぬことはないでしょう、よっぽど私がなんか突っ込まない限りは。もうちょいか、もうちょいいけるな。そうだ、あれっすね、暗視ゴーグルとかあったら便利ですよ。あれなんかね、緑になるのがちょっと自分の中であれだったんで。そうでしょ、前作から作ってないそう思うでしょ、そう思うでしょ、うん、え、変わったんすか、あのあー電気、電池がない、電池がない、電気がない、電気がない、やばいやばいやばい、もう突っ込んでるやん、じゃちょ、電池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 見せ場作らんでいいんすよ別に。いやいやいや、見せ場じゃなくてそういうつもりじゃなくて、あの本当に置いた先に電柱がなかったんですよ。で暗視、暗視ゴーグル緑にならないって感じです。そう、あのね、宝石とか使って作る暗視ゴーグルがあるんですよ、うん、それ使うとさらにまだあると、上に。そう、暗視装置3とかが4とかあって確か。マジか、作ると。あ、本当だ、あ、本当だ、2作ろうかな。じゃあそれ作るとね、視界が青くならないし、緑にならないんですよ。3の方がいいんです、2よりは。そう、ダイヤモンド使って作る暗視ゴーグルが、そのむしろ昼間より明るいぐらい、マジか、見えるんですよ。え、ちょっと待って、アドバンスプロセッシングユニットっていうのを翻訳されてないものがなんか作るようになるけど、なんだこれ。アドバンスプロセッシングユニット、あー、もう一個の発展基盤、処理基盤のさらに上ってやつです。マジか、え、そんなん翻訳されてないなんて、なんてこった。マジか、研究がじゃあ進んでないってことじゃないか、そこまで。え、どれだ、研究リストってます。え、どれだ、え、生産速モジュールとモジュール系ではないんですよね。そう、確か、どうだったかな。だってないもんな。その間ちょっとね、鋼のさんに頑張ってもらって私はちょっと研究一覧をにらめっこ。玉自分で作るやつが全然やってないんですけど。玉自分で作るやつ、あの薬莢と火薬とってやつ、あれは別になくてもいいっすね。あ、なんだ、よかった。ちょっと強い玉ってぐらい、なんか細けえなぁと思って、めんどくす、ちょっとんーって感じで作ってないんですよ。用語とか使ったことないやつ、これなんやろって思って調べたらほんまにあるやつやって。そう、あ、これだ、あー、あった、アドバンス、あ、じゃあこれも研究しておこう。うわ、これしたらまたごっそり増えるよ。減ったと思った、研究が。よし、じゃあ回収。お、終わってる。ないですね。ね、亀裂ないでしょ。これ、だってなんか、また湖が見えてきたよ。水で。ね。ちょ。突っ込みすぎ。え、ないない、ちょっと、タレットないよ。タレットないよ、ちょっと。私、レーザータレット回収してるんで、毎回。しんがりはな、しんがりが。めっちゃ戻ってる、めっちゃ戻ってる。あ、こう置いた、今置いた。戻ってきて。危ない。めっちゃ追いかけられてる。じゃあ、とりあえずこいつらだけ置いとこう。基本だって、レーザータレットなくなったら困るんで、置いとかないんですよ。そうだ、そうですよ。危ない。でも、こんなんじゃ死なないですよ。おだって、シールド私5個つけてるからな。絶対大丈夫ですわ、それ。ね、だから無謀にも突っ込んでるんですよ。全然反対の水辺が出てきたけど、亀裂ないな、ほんと。上行こうか、今度は。あれ？あ、なんか作れない。よし、ちょっと研究終わったんで。亀裂がない、ない。ね、せっかく倒したのいなかったらね、某調査兵団みたいになっちゃうんですよ。そう、暗い顔して帰らないといけないですよ。そう
でも、でも被害は特にないんでね、今のところまだ。あ、そうか。まあ大丈夫ですね。そう。新たな前進ですよ。無事に帰るということは。あれ、暗視ゴーグル俺全部今やったっけ？あれ？あ、まだできない。うん、何が必要これ。あ、そっか、宝石研究俺は全然やってねえや。宝石ね、大変っすよ。ねえ、なんか。ジオードがあれば。ジオード全然処理してないわ。ほんと。そして、ね、左のファイターの巣をスルされてる。私が。それは任せよう。私が。はい、おいでおいで。おいでおいで。よしよし。はい。じゃあここらの木は伐採して、わあああワームがいた、ワームがいた、ワームがいた。ワームは見づらいですからね。ねえ、森の中はちょっと危険。やべ、ミスった。本当にねえな。ねえ、こんなにもないものって感じなんだけど。結構すぐ見つかりそうもん、ね。よし。自然破壊をしていこう。はい、研究終わった。これで暗視ゴーグルが、あ、さらにレーザータレット、え、レーザータレット2っていうのあるの？え前から、前からじゃないか、ありますよ。そうそうそう、そうだってこれサファイア使うからサファイアの研究しなかったから出てきてなかったんですよ。そう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 、マジかマジか、さらに上があったのか。レーザータレット言うなら5までありますよ、5まで。あ、本当だ。これどうなんですか、強いです？めっちゃ強いですよ。1台あったら多分。マジか。1台言い過ぎかな、それは言い過ぎかもしれない。ちょっと盛らないでくださいよ。もう研究したじゃないですか。早、研究早。だって溜まってますもん、結構今。チェストに溜めてるですからね。ガンガン、じゃガンガン進む。よし、どう行こう。これ水辺。こう作るにも結局ダイヤモンドが必要ですけどね。ね、なんかダイヤモンド何でも作れるっていう感じで。うん。よし、どうしましょうかね。ここから上に行っても狭いですもんね、多分。じゃあやっぱ左辺を左の方に行きますか。こっちから。水辺沿っていく感じですにしましょうか。いや、森だな。じゃあちょっと森伐採を私がやっていきましょうか。そんかり、じゃあちょっとの間電柱を電柱1個もない。あ、マジか。じゃあ、ここに電柱入れます。何個入れとこうかな。とりあえずこれだけ。はい、お願いします。じゃあ伐採をデュエットロボットラック電池引いてる。いやー、おっとちょっと待って来て、あ、電柱がない、電柱が届いてない。よし、まだ置いてなかった。なんかめっちゃ食われてる音がするけど。ちょっと。いためっちゃいますよ、上。この辺かな。いかんな。私のスナイパーライフル。よしよし。あ、そうだ。はい。何だっけ。シフトをしながらね、建設計画を置くと、はい。邪魔なもん、取ってくれますよ。え、マジで？シフトを押して、あ、本当だ。そうなんで、森の中進むときはそれが一番。マジで？こんなん全然知らなかった。めちゃくちゃ便利ですよ、それは。あ、やべ、原木が拾えない。やばい、原木が拾えない。やばい。チェスト、チェスト置いときますね。チェスト、はい、はい、あざす。物が多すぎる。マジか、これはちょっと
ありがたい、このショートカット。めちゃくちゃ便利なんですよ。それぜひ使ってください、本当に。こんなんな、どこにも説明書いてないよね。そう。説明が少ないんですよね。ねえ。チュートリアルというか、なんていうか。ね。いや、便利これ。みんなかのバイター倒すのに。ねえ。間違えた。やめた。やめた。めっちゃ電池無駄に押してしまう。ここじゃ置けないですよ。いや、さすがにあれか、電柱を等間隔で森の中も邪魔なものを。それは無理ですね。ですよね。あれ、時々ずっと等間隔で押していってる時に物が邪魔してね、ずれる時あるじゃないですか。そう。ありますね。あれが、あれもね、一緒に撤去できたら、嬉しいな。完璧なんですかね。完璧なんだけどな。ちょっと。やばいやばい。さあ、水辺ってもうすぐそこで、もう行き止まりじゃねえか。これ行き止まりやん。え、嘘。わお、びっくりした。え、これ上にでっかい水辺かなと思った。これもしかして果て世界の果てに来た。来た。そんなこと。え、一応これマップでかくしてるはずなんだけど、あれおかしいな。おかしいぞ。そんなはずじゃなかった。あまあいいや、とりあえずここらにいるバイターたちを討伐しておかないと。よし、ちょっと突っ込んでこよう。はいはい、ドバーン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 。あ、やべ、レーザータルトが足りねえ、レーザータルトが足りねえ。やべやべ、設置できない。やばいやばい、無駄に設置しすぎだ。こういう時に、ちょっと回収していいかな、後ろの。あー、危ねえ。電柱が。ここから続いてると思ったら。ねえ。続いてない。続いてないよ。これ。こっから、下か？下に行きます？下しかないでしょう。ねえ。ちょっと、また回収しとこうかな。こんぐらいでいっか。ゆっくり。もうな、ずっとこう続いてると思うんだ。ね。結構広いぞ、こう、しかも。しかもなんかあそこの島にワームが大量にいるぞ。ワームの島。ね、怖い怖い。絶対行きたくないな。ピースフルでも嫌だ。よし、あ、研究終わってる。さあ、何しよっかな、じゃあ次。研究は。貯蔵タンクは別にいいか。貯蔵タンクにはいいですね。どうなんだろう、携帯レーザー防御モジュールとかどうなんだろう。あー、マーク何歩だろう。最大までいったら、うん、まあ、大型バイターぐらいなら大丈夫かな、確か。あー、マジか。でも、それまでいらないってことか。短期特攻ができるぐらいの。ああ、なるほど。私みたいに特攻するようなやつにはいいと。そう。ちょっとレーザータレットがだいぶ減ってるな。50個も40個くらいあったと思ったのに、もう17個しかない。どっか置いてきてるの？あんま、さっきのとこかな。さっきのとこだけですけどね、ほとんど回収してってるはずなのに。うわあ。おっと。またワームか。設置できない。おっと、なんか壊された、なんか壊された。ロボットか、ロボットが壊された。かわいそうに、かわいそうに。あ、マジ。ほんとこれ、あれ反対、あれ埋めていくしかないのかな、反対を。橋作ります。ね、橋とか作れたらいいのにね、地面埋めるじゃなくて。そう、見た目的にね。そう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 、なんか、今あれですもんね、地下ベルトしかないですもんね。そう、上を通るベルトあってもいいのにって思いながら。そう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 、なんかせっかく木材なのに木の橋とか作れたらいいのに。そう、なんでもできそうで、なんでもできないですからね。でもファクトリーは進化してってるから、ほんといつかできそうな気はする。
そう、まだ早期アクセス。そうそうそう。何年やってんだよっていう。どうしよう、下しかないですもんね。頑張るか。下から、ちょっと海小さいスタート地点だけにすればよかったかな。燃えてる燃えてる燃えてる。あ、レーザータレットちょっと回収回収。よいしょ。よし。一人いる。お一人様。さあ。なんかね、一応埋め立て地78個あるんだけど、あの島に行こうと思えば行けなくもないかな。78、なんか一本橋とかなりそう。そうね、結構数いりますからね。これでもスナイパーで反対側から倒せそうですよね。こうわざ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 倒せ。でもこれだってもうこれ下ずっと海ですもんね。水辺ばっかだもんな。やっ、あった。そう、亀裂、あの真下の方にある本拠地から。本拠地、あ全然せえ。あったバイター、そうレーダー置いたおかげで分かったはいいけど、ねえ、やっと見えてきた。まさかの外れ方向。しかもバイターそんないないですね。ね、じゃあそろそろこの左右のねバイター倒して戻っていきますか。戻りますか。じゃあちょっと私、電柱がないですよ。電柱がない。じゃあちょっと撤去して、あの木を伐採するんで、あのお願いします。はい、来るぞ来るぞ、来た来た。はい、よいしょ。あ、捕らえた。あ、ごめん。間違えた。スライパータレットが、スライパータレットいっぱいあるから、ちょっともう、じゃあはい、これ全部回収してください。あれ、めっちゃあるやん。そう、私してる時点で、でも作ってたんですよ。おー、増えてる、こんだけあれば。よし、じゃあ回収して、あとは何だろう、戻っていきますか、このまま。戻りますか。電柱はもうそのままでいいや。電柱は壊れることないですもんね、とりあえずは。今のところのあれは。あ、やばい、痛い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 。襲われてる。あ、やばい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 。HP やばった、あ、やばい。あ、やばいやばいやばい。こたつさんばっか狙われてる。なんかしたんで、ちゃん。いや、そりゃね、この土地に一番に侵略したのは私ですか。私がやっぱね、リーダーと見なされてるじゃないですか。こいつを倒せばもう終わるぞみたいな。よし、じゃあちょっと回収して、もう帰り道は何もいないですね。ちょろっとなんか一つバイタの巣があるかなっていう。お、全然回収してないな。亀裂の方に行きますか。でもね、そろそろそうしたいところなんですけど、お時間も、お、もうそんな時間？そう。意外と30分早い。じゃあね、早いな。ぐるっと、まあいいか。じゃあこのまま真っ直ぐ戻るんで、スパイターの巣お願いします、1個。はい、下の方やっておきます。やばい、森が、あ、ここでもう一周なるな。ぐるっと回して、回ってきましたね。シュート。あ、そこですね。巣が邪魔、めっちゃ巣が邪魔。あ、もう、てかこれバイターいねえ、周りに。開かない。え、だって動いてない。え、あれ、グラフィック動いてないですよね。ほんとだ、なんだこれ。あ、動いて動いて動いて。あ、わー、出た。あ、動くと湧くのかな、もしかして。初めて見た。びっくりした、なんかこれ気持ち悪い。ちょっと森が密集しすぎ。湧いた。はい、
プレイヤーが来たから汚染されたのかな。ねえ、びっくりした。いやー、強度楽だ。早い。じゃあね、今度またあのどっか攻め入るときにはまたご協力願おうかな。そう、いつでも。でも、岡田さんの大丈夫ない。いやー、戻ってきました。じゃあまあちょっとこの辺で。いやー、一応ね、今回は鋼のさんとお送りしたファクトリオ56話ですけども、いやどうでした？いやー、やっぱ楽でしたね、二人は。ですね。で、鋼さんはですね、まあ、ご存知の方はまあいると思いますけども、まあ、ファクトリオのね、素晴らしい工場長をね、お一人でもされているので、ぜひともね、チャンネル、ね、手動画を拝見してみてください。すごい綺麗に設置されてます。はい、年内最後のファクトリオ、ね、鋼のさんとお送りしました。また来年お会いいたしましょう。良いお年を。良いお年を。